そうですね、これでライジンは卒業っていう感じなんですけど、はい、うん、いやなんかいろんな感情があった試合でしたね、はい、ゴミさんとやれてよかったなって思いましたね、はい、なんかこう、なんだろう、うん、そうですね、試合っていう感じ、感情ではなかったですけど、はい、なんか本当、ね、パンチももらってみたいなとも思ったし、うん、やっぱこうお客さんにもしっかりと見せたいなっていうのもあったし、はい、うん、で普段だったらしっかりこう駆け引きしてとかっていうのあったんですけど、はい、なんかそういうの関係なく、うんうん、ちょっと思いっきり殴ってみようかなとか、うんうん、そういった気持ちでなんかすっきりできたかなと思います、はいはい、もうハンマーでもう殴られてるというかような感覚でしたけど、うん、最初は避けようと思ったんですけど最後はもうハンマーに当たりに行きましたね、はい、あえて当たりに行った。そうですね、当たりたというか、まあ本当こう駆け引きとかっていうよりかはもう本当こう自分の思いを、うん、拳で伝えたっていう感じですかね、はい、なんだろうな、こう、いろんなこと挑戦してくれる、挑戦させてくれる舞台でしたね、うん、舞台だったし、なんかこう、ね、本来、ね、僕は、まあ、キックボクサーなんで、あの、ね、ライジンでもMMA がメインの団体なんですけど、それなのにかかわらずその、まあ、キックでこう試合をさせてくれたりとか、まああのね、まあ、もちろん MMA も最初はやりましたけど、そこからキックやらせてくれたりとか、ね、あのメイウェザー選手とまさかボクシングやると思わなかったですし、はい、森口さんと、ね、あのキックの試合とかやったりとか、本当こう面白いことをいろいろなんかこうさせてくれる、はい、うん、そういった舞台でしたね、はい、そうですね、もう当初はもうなんだろう、本当こう本当になんですかね、椿原さんが本当鬼に見えたというか、なんかもう本当、うん、なんでこの人こんなこと言ってくるんだろうみたいな、うん、嫌いでしたね、はい、当初はね、うん、でもなんかこう毎回その本気で言ってくるんで、うん、なんかこう軽くな感じじゃないんで、もう本当に、うん、俺はこういうのやりますみたいな、その本当に思いが伝わってくるというか、うん、なんでだからこそそれに応えたいなというか、うん、やっぱ本当あの人がいなければこのライジンもこういう風に大きくなってなかったと思いますし、あの人にこういう風に提案されたからやるって決めたと思いましたし、でそれをこうね、一緒に作り上げてきた本当うちのチームのみんなにも本当感謝してますし、まあ、本当、ね、なんか終わりよければ全てよしというか、いい思い出がたくさんありました、はい、ここはそうですね、4月6月とあの大きな試合が最後2つ決まってるんで、まあ、それしっかりとあの乗り越えるというか、うん、勝って、まあ、みんなが本当期待してる試合なんで、それをしっかりと終えたいなと、はい、思います。